大久保チャンネルです。新玉ねぎだっけ、はい、春野菜ということでタケノコとかね、つくしとか、美味しい季節になりましたねということでねいい春の陽気ですね。そうなの、はい、時間をしていい？あ、お願いします大事なことお願いします。今日はね、はい、昨日ね、プロ野球ニュース一発目だったの。はい。で、そのあれなんていうの、 AKB っていうのは秋葉なんだって。はい、秋葉が AKB ってことなの。秋葉なんだよ。ラを秋 AKB なの、はいはいはい、そう、名古屋の子だったの、うん、そこの子の柴田さんって人と一緒にやって、はい、プロ野球ニュースやってたんだけど、ロックカード見るわけよ、はい、プロ野球ニュースも、はい、我々 MC は、はい、あ、そうなんですね。画面が6個あって、それを見ていくの。で、だ、全体的にだから全部はしっかりって、もちろんその1試合は見れないわけ。こっちでやってるとなんか音声出しちゃうと、なんだかなんだか分かんないから、うん、音声はないわけよ、はい。久しぶりに昨日見て酔っ払っちゃったの、映像見てるの。なんか気持ち悪いって、すごいですね、すごい技ですよそれは。そうで、はい、やった時に、はい、ライオンズの今日山川の話をするんだけど、はい、山川が、気になるわけよ、はい、同じデブとして。あ、そっちですかそんで山川がどうだったかが気になるから、ディレクターのやつに、はい、今日誰って、その西武線のディレクター誰って言ったら、でアグーどうしたって言ったら、あ、ホームラン打ちましたって。アグーで通じるわけっていう感じでなるわけじゃん、はい、でその中でアグーがホームラン打ったっつって、うん、やったなと思って、内心めちゃめちゃ嬉しいわけじゃん。はい、そうですよね。でもなんかその後に、うん、なんか一塁ベースから本当に歩いてホームインしたって、何があったんだって、うん、めちゃくちゃ気になるじゃん、まあ、昨日プロ野球ニュースは言えなかったの、はい、言えなかったんだけど、はい、アグーに LINE したのよ。あ、そうだったんですね。うん、はい、夜に。そうそう、だからもう治療行って、もうじゃあ、だから多分1打席目のホームラン打ってるから、はい、まあ1時間、そこからトレーナーがまず見る、これダメだ、じゃあ医者行こうってなる、はい、まず医者に 見せよう、各地方に連携してもらってる病院ってあるから、で、病院行くな、もう落ち着いたかな、でも球団発表しない限り、本人から聞いたことはもちろん言えないじゃない、はい、でもまあ明らかに肉離れなわけ、感じはね。はい、っていうことは、まず一つ、やっぱりあいつの凄さが分かったのは、普通デブって肉離れしないのよ。肉離れするほどの瞬発性がないわけ。昔で言うと、やっぱドカベン香川さん。はい、で、矢作って、立教で、なんか、一茂さんの後輩で、俺の同級生の、日本ハムでめちゃめちゃバッティングいいやついたの。はい、矢作も、そのデブの中の一人なわけ。俺も肉離れしたことない。はい、俺も現役の時、肉離れなんてないの。はい、意味が分かんなかったの。っていうぐらいだから、はい、アグーはやっぱり山川って瞬発性があるんだなって。俺も飛んだけど、比じゃないぐらい飛ぶわけ。はい、俺の比じゃないのね。はい、俺が130メーターと、あれ160メーター飛んでちゃうわけ、うん。あ、その瞬発性なんだと思ったけど、心配だったから、LINE、はい、入れたのよ、はい。アグーのさ、はい、山川の、はい、なんかこう、写真とかがあるじゃん。アイコンですね。アイコンっつうの。LINE のアイコン。はい、こいつさ、はい、ゴッソだっけ、あの鼻毛抜くやつ、はいはい、これを抜いて痛っていうのがその動くやつなんだな。はい、そうですね、初めて知るの。動画できるんですね。なんだろうなと思ってで俺何したって、はい、その現場見ないじゃったから、うん、で本番中に見たわけ、はい、ああもう足一回伸ばそうとしてるのね、うん、とデブのまず肉離れの仕方は、俺2008年ライオンズのコーチになって、はい、肉離れとは縁がないと思ってるから、まずキャンプ中に肉離れ一回したの。それ何っつったら、一番早い組のアップの時に早い組片岡とか、はいはい、足が速い連中のところに入って、俺も負けねえぞって走ったら、足がつったと思ったら、あ、つったつったつったと思ったら肉離れだ。同じなの、アグーと、はい、なんかフラッシュバックがしたら、はい、まあ何したっつったら、やっぱりその内容はここはちょっと言えないんだけど、はい、多分そのこういう怪我だと思います、てんてんってきたから、はい、俺もハムかって、ハムストリングか、はい、って入れた後に、はい、日本ハム戦だけにって書いてあった。2人でコントじゃないですかそして俺は、はい、落ち込んでもしょうがないから、はい、他鍛えとけよって V サインの感じだろ、はい、そしたら、そうですね、はい、びっくりマーク、早く直してホームランを取ります、びっくりマーク、取れるから焦んな、ハンデハンデって、ハンデだって他の選手に。だからハンデあげますね、ビッグマーク、ありがとうございます、ビッグマークだよって、
言って終わってるわけ。このやっぱデブの会話の中にしては非常にこう会話成り立ってるわけ、俺らで今、はい、俺これ傑作だったね。何したって言えたらこういう怪我だと思います、うん、日本ハムだけに原戦だけになんかね、お二人のこの関係性がね、ここでも垣間見られますよね。でこれは何が今日は言いたいかっていうと、はい、あのラビオンズファンの人もほらめちゃくちゃ心配じゃん。今年絶好調だから。そうなんです。絶好調っていうか、はい、本人の自分のスイングがまた戻ってきたっていうことが絶好調なの、ね、うんうん、自分のスイングを超積極的に自分のスイングで打つってことができてきてるからもう安心だなっていう、もう普通にホームランを取るから、はい、普通に。でその怪我の状態を言うと、はい、じゃあ実際にあのランニングマシンあるじゃん、はい、ジムとか、ね、はい、あれって足を上げる作業の時、蹴る作業をしてないわけ。レールが蹴る作業しちゃってんじゃん、もうバーって、はいはい、ね、っていうことはこの太ももの前しか鍛えてないわけ、はい、ランニングマシンって実はこのハムストリングは全く鍛えてないから、どんどんあれだけやりすぎるとハムストリングが減っていくわけ、はい、バランスが悪い筋肉の付き方になっちゃう。だから気をつけなきゃいけないのは、あのランニングマシンっていうのは、そこを分かってないと、自分が鍛えて心肺機能だとか、いい汗かいたとかって休んでるけど、実はハムストリングはどんどん筋肉が落ち、痩せほどっていってしまうわけ。そうなんですね。うん。いや、盲点でした。そう。だから、その、結局何が言いたいかっていうと、はい、蹴るために必要で、蹴って、ここは、蹴った時に筋肉は伸ばしてないわけ。はい、結局肉離れだから断裂してるわけだ筋肉が、はい、それが蹴ってる時には縮んでる状態、蹴った時は縮んでるわけよ、はい、実際に。だから早いの治りが、でこのふくらはぎをやった場合はふくらはぎはこういう動きをするから、はい、結局こうやった時にこうやった時に伸びちゃうわけ、はい、そうですね。だからアキレス腱なんか切るともこういう状態でギブスかけるわけ、手術してもしなくても。で月ごとにこうだんだん角度上げていくわけ。こう、でこの筋肉をしっかりこう離れないように戻してリハビリが始まっていってるわけ、実はね。日数で言うとハムストリング、実は俺もその後に本当の肉離れしたの。片岡がダルビッシュから打てないと思って、絶対打てないと思ったの、はい、打っちゃったもんだから嬉しくて片岡をかけてたらパンパンって2つ肉離れした音がしたんだから。これをやっても、はい、もちろん翌日にバンバンバンテージ、テーピングの上にバンテージ巻いて移動したのね、大阪に。でバッピもできるぐらいだった次の日に。あ、そうなんですね。バッティングピッチャーもやったんだし、はい、痛みはね、もう3、4日で大体引く。あ、こんなに引くもんかっていうぐらい引く。実際使わないから、そんなに蹴り足って言っても、これハムっていうのは、はい。だから日数で言うと10日間、まあまあもちろん今日から抹消だと思うんだよね。昨日の状態だと。はい、ただね、あいつもしかしたら俺、ポリカスのバンテージ巻いたらできちゃうんだと思うんだけど、はい、癖になるって言うじゃない。言うのよ、はい。肉離れって。でもこれ、しっかり僕はって言ったらおかしいけど、先生に聞いたら、そこの切れた箇所が切れるが癖じゃなくて、もう肉離れをする体質になっちゃってますよってことなわけ。もう一回するってことは、はい。このハムストリングを怪我するのは、もう引退間際の人がやるの。まず基本は30超えてから、ハムストリングを怪我したら、あ、もう引退だなっていうの、これを皆さん覚えてたこれ。ハムじゃない、そのふくらはぎを肉離れって聞いたら、もう引退が近いぞっていうのが、これは一つ。もう覚えてた。ふくらはぎやったぞって聞いたら、俺らも、ああ、もう終わったなって。で、若い時に、はい、20代で、ふくらはぎを肉離れする人は、もう練習不足。あ、もうバレてしまうわけですね。バレる。もう、ああ、もう練習してねえもん、あいつ。もうね、ふくらはぎやった人は、もう全力疾走はできない。怖いですよね。ふくらはぎは。ハムは大丈夫だから、だから、まあ、10日間、もし今日、早いなら早いで、多分監督の判断としては、1日でも早く抹消すれば、はい、1日でも早く登録できるじゃない。そうですね。今回コロナと関係ない措置がないから、もう肉離れとして総力抹消は10日間は絶対抹消だから、その時にはもう10日、今日抹消しといて、で、今日から10日間だから、はい、でその間にもう痛みが取れて、普通にランニング もう10日目に1週間ぐらいできるようになるから、うん、軽いジョギングして、はい、で、10日過ぎてちょっとジョッこう、スピードを上げてって、だからもう実技はもうできる。すぐできる。もう10日あればもう10日、1週間ぐらいでバッティングとか、まあ、やらさないよ。はい、やっぱガッと力入るわけだから、うん、あれ、打って瞬間にやってるわけじゃないから。走って、挟まった時か手前ぐらいでやってるから、行ったかどうか、きっと、いけ、真面目だから、性格が。いけって全力出しちゃってるわけよ。行かなかったら、二塁、三塁取るぞぐらいで行っちゃってるわけ。はい、もう大体、ほんと、あいつは、性格が、
お、何、大雑把なやつだと、ああ、行ってくれ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 って回るから、どの道2塁は取れんのよ。ゆっくり走ったって。外野頭越えてくれりゃ。はい、まあ結論、日数もそんなかからず、復帰すれば、ハンディにもならないぐらいの日数で帰ってこれる。ただ、これから山川は気にしなきゃいけないのは、それこそ食事も大切にして、簡単に言えば鶏のささみばっかり食ってると、肉もささみみたいなパサパサになってくるわけ。我々の筋肉も。で、脂身も必要なわけ。はい、脂身取ると体に脂もこう行き渡るっていう状態だから、アフーももう一度しっかり自分の食生活と、それも自分の判断じゃなくて、この10日間を大事にして、お医者さんと栄養士の先生っていうのは、栄養を補助してくれることは教えてくれても、筋肉の作りとかっていうのはやっぱ専門の先生のとこ行って、食事をして、どういうトレーニングをしていくと、これから肉離れしにくい体を作るってやっていかないと、また肉離れする。ああ、それは怖いですね。うん。で、本当にパーンやった時には1ヶ月がかかっちゃう。パーンいった時は。ということで、ぜひライオンズファンの皆さん、山川も、そんな今回のあの形だと、自分の中の、俺も何回も肉離れしてるけど、そんな時間はかからないし、これが山川がこれから長く野球を続けるためのいいきっかけになれるように、もうそういう年齢になってきちゃった、そういう体がこの年齢できちゃったっていうところを自覚してもらえば、はい、これがプラスになってやってもらえば、これから彼はね、あの戻ってきたらすぐまた感覚打ち出して、やっぱ張り切ってこのオープン戦もやっちゃった性格のだから、ちょっと一回休んで、っていうね、いい休憩になる、いい休暇になると思いますから、うん、そうだから定期的に今日はね、もう、まあ、チームとしては本人は、お前できるかって言われて、できないって選手は、俺は一軍では見たことないの。で、いかにこっちが休ますかなわけ。ピッチャーもそう。次もう一回買いまたぎできるかって言われて、いけないっていうピッチャーはほとんど、もう、俺は見たことない。行きます行けますって言うんだからみんな。行けないんだからもう、パンパンだったり。それを球団がしっかり監督が判断してもらって、抹消して戻ってくるような状態になってくれれば、はい、すぐ戻ってきて、この休憩入れてカン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 打ち出すんで、ご安心してくださいっていうことをまず言いたくて。ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。